毎朝ジップを見ながら小学校中学校行っていたので、そういう習慣の一部みたいなものに1ヶ月だけでも慣れるって思うとそれだけで嬉しいので、あと三浦さんにお会いできるのがすごく嬉しいです。お会いしたことは今までは？エレベーターです美味しいお店聞いてみたいですリストにしておこう。山田アンナさんの初登場、あさって金曜日です。お待ちしてます。